なんとこれからカリナン自走で納車っていう、港区のマンションみたいな価格の車を某所に納車に行くっていうとんでもない企画がスタートするっていう。いたこれは怖い恐怖でしかない何って思ったけどね、ちょっと思ったてか今回ねすげえ勉強になった、めちゃめちゃ勉強になった、まあ、そのパーツ、まあ、初めてそのカリナ組み上がったな見たことあったけど、あのパーツ構成ほぼ全部あんなの見させてもらう機会なかなかないし、あとはそのカリナ新車触らせてもらうなんて、まあ触らせてもらうっていうか僕ら近くで見ただけだけど見させてもらう機会なんてないし、あとは思ったけどね、何でもねある一線を越えるとちょっと脳が追いつかなくなる、ね、そうじゃない、なんかあのファッションとかもさ、ちょっとパリコレ出てんのってもうかっこいいのかかっこよくないのか、かわいいのかかわいくないのか分かんないじゃんもう。あ時計とかもさ、なんかもうすげえゴテゴテのあるじゃん、宝石がついてるわ、はい、あそこまで行くとなんかそれかっこいいのみたいな、常人にはもう理解できない、ただこれだけは言える、えぐい、えぐいんです。やばいよねこれ、二度見するよ、そして俺一人で運転してたらついてくよ少なくとも並ぶね、ちょっとどういう人が乗ってるのか見たい、まあ、目は合わせらんないけど横目でチラッて見て、やっぱ無理かもしんないけど、もう2000万円ぐらいだと死ぬ気で超頑張れば鬼ローンで2000万無理か、1500万円ぐらいちゃんとこう価値が残る車で、あとローンさえ通ればだから、ちょっとまあ車としてなんか頑張ればいけるかなとかって感じなくもないけど、あれ級になるとね、もう無理だなっていう1500万じゃエアロも買えない、うん、いや本当だよ、エアロも買えないんだよ、どういうことみたいな、カリナの車緑色とか見ると脳が追いつきません、思考がやっぱり実車の雰囲気と違うよね、圧倒される、やっぱり確かにこれを動画とか写真で見たら、ああいやこれはやりすぎだよ、ダサいとか、ああみんな実写見ればこれ結構意見ひっくり返る、うん、わこれはすごいわ、みんなチラッと見て目をそらすと、うわ似合うな、緑が似合うな、目に優しいなんつってね見るな、空見るよ、いやでも結構見る人超見てました、見てたね、めっちゃ見てましたよ、うん、うわーっつって、そりゃ見るわな、俺でも見るわ、見る人も2パターンいて、うん、ジロジロ見る人と、うん、一瞬見て目を合わせない人とこれ多分ガン見しちゃいけない車だっていう自走で納車いいよって言ってくださるお客さんはたまにいらっしゃいますけど、うん、怖いっすよね、怖い本当に、ボディはまださ、はい、プロテクション貼ってたりなんかするからさ、はいはい、まだまあな、まあまああれだけどさ、ガラスはね、まあ、ガラスのあれあるけどさ、全部が全部貼ってるわけじゃないしね、割れちゃいました、すいません、言えないです言えない言えない言えないし、多分あれもし万が一交換って言っても部品なんか絶対ないじゃないですか、ないない、ちゃんとした方がいいですかねちゃんとした方がいいですかねいやいや、そんなことないと思う、どうすか、ちゃんと仕事をしてればいい、そうですね、そうですね、いや仕事はマジでしますよ、うん、僕らはちょっとかっこよく撮るっていうのが仕事になってる、ちょっと撮りたいっすねあれ乗りたくないよ、でも乗りたくないっす
どうすればいいですかね。合成じゃない。グリーンバックでホイール回して。台の上で。それだな。いやでもちょっとフランスパのあの反応びっくりじゃないですか。あれマンソリンすごいね、土が作ったやつでしょ。そうなんですよ。本国で共有してもらったのがあるんですけど、そう、ね、すごいね。今まで結構そのマンソリー組んでもブラバス組んでも国内だけの発信だけだったんで、そんなにこう再生されることもコメントもらうこともなかったじゃないですか。 あの海外から発信した時のあの勢いですよ。本国がやるとねすごいよね。すごい、本当にすごい。ちゃんとでもその共有してもらえたのと評価してもらえたのと、でもいっぱい書かれてたじゃん、なんかやっぱり英語であのコメント、はい、なんかあのテロップ入れてほしいみたいな、はい、ああ来てましたね。知りたいですね。ワールドワイドですね。そうですね。土パフォーマンスついに。何言ってんすか。ついに。いやでも車好きはな。いや T シャツ作ります。いや車好きはでも国関係ないなと思って。そうだね。うん、来るかもよ海外から。本当ですか。コロナが明けて、はい、ね、はい、オートサロンやって、はい、そこに土パフォーマンスに会いたいっつって外人が海外から来ちゃうかもしれないよ。来ないです。サインくれとか。でもそれ JP パフォーマンスとか、いやそれパクってのはバレちゃうじゃないですか。いやでもあれですよ、俺あの狭いってあったんですよ、うん、JP パフォーマンス、うんうん、たまたま休憩してたら JP パフォーマンス前歩いてて、うん、石田さんがあれ JP パフォーマンスですよって、えマジっすかっつって、いやちょっと一緒に写真撮ってもらおうっつって片言のこの英語で、うん、はい、写真撮ってくれた。土パフォーマンスなんですって言った？それは言ってないです。写真撮ってもらいましたよ、マジで。それは YouTuber なんですって言った？言ってないです。言ってないな。言えないです。ダメだよ、ダメだよ、グイグイ行かなきゃ。